チャオ、あっちゃんです。昨日ね、ちょっとね、100均で買ってきてん、ダイソーで買ってきてんけど、ラクハピお風呂の防カビ剤浸透除菌ダブル効果っていうのをね、買ってきたんで、ちょっとこれね、レビューしてみたいと思います。読めへんのでね、自由です。使い方はわからないんだけどね。ダブル効果で落としきれない汚れの奥にも浸透除菌、浴室内全体の黒カビを防ぐフローラルソープの香り、すべての菌を除菌するわけではありません。これね、買いとかなからね、 100% 除菌しなあかんから、菌が残ってるイメージは残さなあかんらしいんだよ。広告もね、これアース製薬のものなんだけども、使用に際しては、添付の使用説明書をご覧ください。浴室内全体の黒カビ防止に使用いただけます。ステンレス FRP 非大理石の浴槽でも使用できます。浴槽一室に対して1回1個を使用してください。用途以外の使用しないでくださいと書いてあるね。捨てるのは、使用済み薬剤缶は金属ゴミ、不燃物のゴミなど自治体の区分において捨ててください。不燃ゴミで捨てんねんね。はい、了解です。まあそんなんやねんけどね。浴室内カビ防止剤成分、イゾプロピルメチルフェノール、IPMP、発煙剤香料、が入ってるらしいんでね。使用の仕方、換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。小物、椅子、洗面器、タオル、お風呂の蓋を浴室内に置いたまま防カビすることもできます。浴室内が乾いていても濡れていても防カビ効果に違いはありません。プラスチックの容器の点線まで水を入れ、赤いシール面を上にして入れると、薬剤缶を中に、プラスチックの中に水入れて、薬剤缶を入れてリング状の蓋をしたら勝手に煙が出るんやって。で、薬剤缶をセットしたらお風呂を締め切ってください。30分以上経過した後、30分以上換気したら防カビ完了。換気のために浴室内に入る必要がある場合は、煙を吸い込む恐れがありますので、60分以上経過後換気を開始してくださいってことは、これ入れてから60分間お風呂に入らず放置しておきなさいっていうことやね。やってみましょうね。これをね、ちょっとやってみようかなと思うんだけどね。これね、ちょっと開けてみるとどうなってるのかっていうと、パカッと開けるとね、この紙切れを外すとリング、こんな感じでね、これを破るのね。よくわからない、匂いがせへん。で、こんな感じね。点線、あ、ここに点線、ここまで水を入れましょうってことよね。で、これがね、メガネがないというのは、防カビしたつもりでもすぐ黒カビが生えてくるのはなぜ。壁や床をしっかり洗っていても汚れは残る。壁に黒カビの原因菌がついた汚れが残って、そこにね、カビにくっついてると、この汚れの奥の菌まで除菌できてないから、要はこの汚れの中の菌が除菌できてないからだけど、奥まで除菌成分が届かせるって難しいらしいの。そこでここが違う、アース独自の浸透製法、除菌成分 IPMP が汚れの奥まで浸透して徹底除菌してくれる。浴室内隅々まで黒カビが生えないようになる。壁、床、天井など目に見える場所だけではなく、換気扇、椅子の裏側、目に見えない箇所にまで黒カビが、発生する菌が潜んでるから、それも全部、やっつけちゃいます。もう浴室から、浴室に置いてあるおもちゃから、換気扇の中からね、扉の辺から全体的 に最長2ヶ月間バイバイカビ菌掃除になると。
季節、使用環境によっても変わるよ。ピンクヌメリの増殖は早いため黒カビほど効果はない。ピンクヌメリは増殖が早いから黒カビほど効果はないらしいけどね。黒カビを防ぐんだけどね。ピンクヌメリも出てくるけど、ちょっとはマシになるのかなっていう感じやねんね。で、目立つカビがある場合は事前にカビキラーとかで掃除しとけと。ただし黒いカビがある状態でも、黒いカビがあっても育成を止めることはできるんやって。初めてね。で、2回目、2ヶ月に1回使用で防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでは綺麗、通常の掃除だけで綺麗が続きます。浴室内の湿度や室温などにもよって変わりますと。で、やり方は換気扇を止めて窓を閉める。小物、椅子、洗面器、ペットボトル、タオル、おもちゃ等は浴室に置いたまま。浴室内が乾いていても濡れていても大丈夫です。ユニットバスは浴室乾燥機付きなのでも、ユニットバスでも浴室乾燥機付きでも使えるよって。で、FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、タイルは OK。浴槽、椅子、桶、鏡、壁、小物類、水洗、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床、大丈夫。ね、その他、浴室乾燥機、浴室型テレビ、複数素材のものでも OK。注意するものは何か。ちょっと待ってね、パソコンね、ちょっと止まったんで、ばあちゃん、ちょっとやらなことがいっぱいあってね。ちょっとだけ待ってね。ちょっと作業しないといけないんで。はい。注意しなあかんのは、真鍮トタン銅、金金具、真鍮とかトタン銅の金具、たらい、排水トラップ、バケツに真鍮トタン銅が使われてたら出してください。出すかまた覆いをかぶせてください。で、あと、ポータブル家電、防水のテレビ、浴室テレビじゃなく持ち込めるテレビとかラジオとか防水スピーカーとかそういうのは出してください。生き物とか植物は外に出してください。で、いうことでね。で、まあそんな感じでね、要は窓を閉めて換気扇を止めて30分以上やれと。で、外に換気扇がある場合は30分経ったら換気扇もいいよと。で、換気扇が中にある場合は中に入るのがあれやから60分経ってくれる。だからうちは外にスイッチついてたんかな。だから30分経って回してもいいんだけど、ちょっとあちゃん60分置いときます。はい。まあ、そんな感じでね、ちょっとやっていくんでね、お風呂でちょっとやっていきます。はい。お風呂も映すことってできへんのでね、ちょっとやっていきます。これもこんな感じで、ね、今からやっていくんで、こんなね、ガンガン、こうなってて、赤い方が上でこう入れるんやね。やったことないか分からへんね。水の入ったプラスチック容器にこちらを上にして入れてください。水の入ったプラスチック容器に缶を入れた後、缶をすぐに熱くなりますので、直ちに触れないようにしてください。やけどの原因となります。結構熱なんねって。で、これをここにポコンって入れたら熱くなるから、もうこれ放置してお風呂から出なさいってことやねんね。で、あ、これを蓋してね。行ってきます。はい。で、どこに置くのかな。置く場所はどこでも、床でいいのかな。お風呂のね、この洗い場の床でいいね。じゃあやっていきます。